はい、ということで今日は2020年12月16日、日付変わって16日になりました。夜中の1時過ぎでございます。どうしてもですね、もう朝から晩まで実務の方に追われていましてね、動画の方撮ろうと思うともうこういう時間になってしまいます。ということでなかなかね動画撮れてなかったんですけども、もうねやんなきゃいけないのがもうたくさん溜まっちゃってるので、どんどんやっていきたいと思います。今回の動画はですね、お礼の動画になりますね。まあこういった忙しい中ででもですね、いろんなまあ寄付金もそうだし、救援物資なんかもね、届いたりしています。あとはお手紙とか、あとはメールとかね、お礼の LINE とかね、まあそういったね、いろんなものがね届いております。でそういったものもねやっぱりまあこういったね、なんていうかな、この動画を通じてねお礼をしたいなということでね、やりたいと思います。どれからいこうかな。まずはねこのお手紙ね、このお手紙ですね。はい、お手紙ですね。こういったものが届いております。でまあ中身がですね、ちょっとここだけの話みたいな感じなんでね、全部は読めないんですが、どうしてもお礼をお伝えしたく筆を取らせていただきましたということですね。YouTube で私たちと同じ悔しさや悲しみを抱えた子どもたちのために活動する新田さんと知り、本当に頼もしく嬉しく思いました。これからも応援しています。どうかお体を大切に今後の活躍をお祈りします。という感じでね、書いてあります。非常にありがたいです。嬉しいです。ありがとうございます。でね、内容なんですけども、まあ悪徳弁護士のね被害に遭ったという、内容なんですけども、もうこれねもう告発してほしいですね。今回匿名でねこの非公開でお願いしますということなんですけども、もうねそういうね悪い弁護士はどんどんねもう告発してほしいですよ。なのでねちょっと勇気を持ってね、勇気が出たタイミングでいいのでね、告発のお手紙お待ちしております。はい、ということでね、あと物資がね届いております。みかんとかね、みかん、たくさんみかんが届いたりとか、これ兵庫の方ですね。YouTube の名前ボタンちゃんさんかな、ボタンちゃんっていうねアカウントの方がこう救援物資をね、送っていただきました。非常にありがたいですね。あとはこれ長野の方ですね。これ長野の方がねこれお米ですね、お米、新米ということでね、長野の新米いただきました。美味しくいただかせていただきたいと思います。ありがとうございました、ね。あとはねメール結構いろいろいっぱい来てますけども、はい、まあ、それをねちょっと読んでるとキリがないんでね、まあこういったところだけをちょっとね、動画の方で出させていただいて、お礼の方言わせていただきたいということで、まあお礼の動画でした。まああと2、3本やろうかな。